里中綾子は、三重県を中心に活動する、フリーアナウンサー。京都府出身。同志社大学文学部、英文学科卒。卒業後は、全日空国内線のキャビンアテンダントになる。退職後の2000年に、祖母の出身地である、三重県に拠点を移し、フリーアナウンサーになる。現在は、松坂ケーブルテレビ、夕刊三重ニュース一本釣りのキャスターを、 勇敢見重の記者と共に務めている。所属事務所は、岡田プランニング。妹が二人いる。AB、伊勢方言カルタ、公表里中さんら開発チーム、地域の文化残したい。毎日新聞見栄版。h t t p 毎日 e j p フィーチャー、ニュース。 2014万 128DDLK240 億4013万 4000CHTML2014 年5月10日、閲覧。妹妙理につきます。里中彩子の気分は、サニーデー。2014年5月10日閲覧。実行委員会、後久義明ふるさと伊勢リサイタル。テノールリート歌手、後久義明ウェブサイト。2014年5月10日閲覧。 加藤美希夫、松坂にぎわい祭り2011、大道芸人講座芸に生きる、2014年5月10日閲覧、平成23年度松坂市ティマラソン大会事業費、松坂市、2016年3月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2014年5月10日閲覧、ありがとうございます。